こんにちは中村です。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルではインベンター 3D CAD の使い方や機械設計についてお話ししています。今日は設計に必要な機械力学と材料力学の基礎についてお話ししていきます。今日お話しする内容は次の3つです。1つ目、必要な計算を見抜く力。2つ目、シリンダ水力の計算。3つ目、ボルトにかかる力の計算と応力。 今日はこの3つについて詳しく解説していきたいと思いますはい、今日はこのような題材を用意しました荷物の移載装置です荷物をジャッキで持ち上げてベルトコンベアに移載する装置ですちょっと動かしてみますはい、このようにジャッキが伸びて倒立テーブルを垂直に持ち上げて 荷物をベベルトコンベアに移すするという装置ですね。はい、それではこの装置を成り立たせるために何が必要かというのを考えていこうと思います。この装置を成り立たせるためにはまず一つ目荷物を持ち上げる力があるということですね。 すなわちこの赤いジャッキが荷物を持ち上げるだけの力を有しているということです。このジャッキにどれぐらいの力が必要かを計算していきます。これが2番の機械力学の計算で力の分解を解説してジャッキの水力を計算していきます。そして次はこの装置が壊れないことですね。壊れなないような 材料で強度ののあるものを使わなけければいけません。この装置でいうと各所いろいろなところ強度計算が必要なんですけども今回のこの動画ではここのジャッッキのののブラケットトボルトの強度計算をしてい,こ,うと思いますこの6本のボルトのどの部分にどんな力がかかってどのような計算をしたらよいかを解説していきます。これが3つ目の材料力学の計算になります。 はい、それではジャッキに必要な推力を計算するために、どのように考えていけばよいかを解説していきます。まず、倒立テーブルの上に荷物が載っています。そして倒立テーブルは右側のヒンジピンのところで回転します。そしてその倒立テーブルが下からジャッキで支えられて、ジャッキが伸びることでこの荷物を押し上げて回転させてベルトコンベアに移載します。 そしてジャッキのボトム側はジャッキのブラケットによって支えられていてジャッキのブラケットは壁にボルトで固定されていますそれではこのような構造をしているものに対してジャッキに必要な水力をどのように算出したらよいかを解説しますはいそれでは具体的にジャッキに必要な水力を計算していきたいと思いますこの倒立テーブルを持ち上げるときに 一番最大の力が必要なのは倒立テーブルが水平なこの状態の時です一番最初が最も力が必要で倒立テーブルが起きるに従って荷物の荷重がだんだんと回転ヒンジピンの方に移っていってヒンジピンの強度で荷物を支える状態になります垂直になった時には完全に荷物の荷重が ヒンジピンの強度だけで支えられているのがわかると思います。ですので一番最初の水平の状態でジャッキがどれぐらいの力が必要かを算出していきます。はい、元の状態に戻りました。この状態で荷物の重さが例えば200ニュートンだとします。そうするとジャッキに必要な上側の水力は 当然ですけども2 0 0ニュートン以上必要ということになります垂直方向の力が2 0 0ニュートンですのでジャッキに必要な力はこのジャッキが今15度傾いて取り付いています力の分解の図を示すとこのようになりますねジャッキの水力方向に対して荷物を持ち上げる上方向の力と 水平方向に働く力に分解されますこの上方向の力が200ニュートン出るように計算をしなければなりませんそこで必要になってくるのが三角関数の計算です力の分解をすることによって今ここの角度が15度ですので三角関数でこの15度に対してジャッキの推力がいくら必要かを算出していきます はい。それでは具体的な計算に入っていきたいと思います。荷物を持ち上げる力を F1。これを垂直方向の力とします。そしてジャッキの推力を F とします。ジャッキの取り付いている角度が15度ですので、この F1 を計算するには三角関数を使います。模し図で示すとこのようになりますね。垂直方向 F1。斜めの方向が F で、そのなす角度が θ です。 そうすると、このような三角関数の式が成り立ちます。sinθ イ,イコール f 分の f1 ですね。ここから f を算出すると、f イコール sinθ 分の f1 なので、sin15 度分の200になります。これを計算すると、f は 772.7N ということになります。よって、このジャッキに必要な水力は、 約7 7 3ンというふうに算出されましたそしてこの構造に対して機械損失があるのでヒンジピンのところの摩擦なんかを考えたとして安全率を例えば50%見てみましょうそうすると 773×1.5 で約1 1 6 0ンの推力が必要だとわかります はい、それでは次はボルトの強度計算をしていきたいと思います。このようにジャッキブラケットが白い壁にボルト6本で締結されています。正面から見るとこのような感じです。そしてブラケットの下側に黒いバーが取り付いていると思います。これはシャーブロックというバーです。白い壁に溶接されていて、ボルトにせん断力がかからないように、 このブロックで受け止めているということですねボルトは基本的にせん断がかからないように設計する必要がありますですからこの黒いシャーブロックでせん断力を受け止めてボルトには引っ張りしかかからないような配慮がしてありますそれではこのボルトにどのような引っ張り力がかかってどれぐらいの応力がかかっているかを計算していきたいと思います はいそれではボルトの具体的な強度計算方法を解説していきます。まずこの赤いジャッキの水力が先ほど1 1 6 0ン必要だと分かりました。この1 1 6 0ンを水平方向の力 F3 垂直方向の力 F4 この2つに分解してみます先ほどと同じように三角関数を使って計算していきます。 このジャッキの取り付いている角度が15度ですのでコサイン1 5度イコール f 分の f3 になりますそうすると f3 イコール f コサイン1 5度ですので f3 は1 1 6 0コサイン1 5 °になりますこれを計算しますと約1 1 2 1ンとなります続いて垂直方向の力 f4 を出していきたいと思います こちらは先ほどの三角関数と同じ考え方で算出していきますと F4 イコール Fsin15° で計算できます。1160×sin15° で約 300N ということになります。この結果から水平方向の分力は 1121N 垂直方向の分力は 300N かかっているということが分かります。 それではこの水平、垂直の分力が分かったところで、ボルトにどのような、どれぐらいの力がかかるかを算出していきたいと思います。はい、それではボルトの強度計算に入っていきたいと思います。ジャッキから発生する分力を F4 と F3 があって、まず F4 の方に注目していきます。垂直方向の力 F4 は、この右下の この部分を支点にして L1 という距離で回転しようとします F4×L1 というモーメント荷重を発生しますそれによってボルトに引っ張り力が発生しますこの引っ張り力を算出していきますそしてボルトの断面積で割って応力を算出してそれが許容範囲に入っているかどうかという検証をします はい。それでは続いて、水平方向の分力 F3 についても考えていきます。先ほどは垂直方向の F4 に対して回転モーメントが発生してボルトに引っ張り力がかかるというお話をしました。水平方向の F3 に関しても同じように回転モーメントが発生してボルトに引っ張り力をかけることになります。この水平分力 F3 が発生する回転モーメントは 右上のブラケットの角のところを支点にして発生します。F3 からこの右上の角の距離を L2 とすると F3×L2 というモーメントが発生します。それに対してボルトが縦に3本並んでいるうちの真ん中のボルトに引っ張り力が発生すると考えます。この引っ張り力を計算してボルトにかかる応力を算出していきます。